the Kaheki Group at Keio University is developing a display that creates interactive audio-visual effects using droplets of water. こちらレインテリアと申しまして、雨の日を楽しくする水面インターフェースです。雨の日ってすごく憂鬱なんですけれど、逆に雨が降れば降るほど楽しくなるような何か作れたらいいなと思って考えました。In this system, images are projected directly beneath a pool of water that catches raindrops. The position of falling raindrops is detected by touch sensing technology using FTIR, so the images and sound from the display changes with the raindrop position. で、具体的にはこの筐体の中に赤外線カメラが入っています。で、この水の横に赤外線 LED がついていて、水に向かって光が光っています。で、その中を普段は赤外線が全反射しているので、下から赤外線カメラで見ても全く何も映らないんですね。ただ水が落ちてくるとその水面が崩れることによって、その水滴が落ちてきた位置だけ反射してカメラがその位置を捉えるっていうふうになっています。This display can also be used by touching the water with your fingers, so it could be used like a water touch panel as a game or musical instrument.水を使ったインスタレーションって今すごくいろんなところにありますよね。普通にデパートの中に噴水があったりとか、こうきれいに落ちてくるのとか、それと組み合わせることによって水自体の面白さと落ちてくる位置による光による面白さっていうのを組み合わせられるかなと考えています。まず一つ一番の弱点として赤外線で撮ってるので太陽光にすごく弱いんですね。で、まあ、夜にすごくきれいだなとは思うんですけど、そこの弱点を克服できたらいいなっていうのが一つと、あとはもっとスケールを大きくすることによって全然表現が変わるかなって。あとスケールと今高さがあるのでこれを低くすることによってこう足でいろいろいじったりとか、そういう遊び方もあるかなと思ってます。Digging for news.